ようにはなるんですけども、まあ、商品の周りに映像で情報を付加したいので、まあ、デジタルサイネージのようにですね、自分の見たい情報を商品に興味を持っていただいて見ることができます。で、これがちょっと車っていうのもあってですね、あの道路の CG を動かすことでちょっと車を走っているような演出をしてですね、でここにアクセルボタンがあるんですけど、これを踏み込むとずっと加速をしていて、この車の走行性能を PR できるんですね。ただこの他にセンサーがついてますので、ちょっと別のものが見たいとなると、今度差し替えると、今度はその別の車の紹介の内容に切り替わるんですね。